こんにちは、かわぽんです。2021年に立教大学を受験する皆さん、どの日程で何回受験して、どの日程でどこの学部を受験するか、かなりお悩みだと思います。今日はひとまず自分が最大で何回立教大学を受けれるのか、その最大回数を見ていきます。まずは改めて2021年の立教大学は、文系の学部は最大5回、理学部は最大2回の受験チャンスがあります。どの回で何学部を選んでも構いません。同じ学部を複数回受験することもできます。日程による有利、不利はないとのことです。これらはすべて英語は外部検定、または共通テストの英語の得点が入試の得点として使用されます。2月の個別試験では、英語以外の他の教科を受験することになります。ただし、文学部のみは、これらとは別に、もう1回チャンスがあります。この入試のみ、英語も、立教大学の独自入試になります。よって、この文学部のみは、最大6回受験できることになります。ただし、あくまで、これは受験可能最大回数となりますので、誰もがこの回数を受験できるわけではありません。自分が受験できる日程を考える上のポイントは2つあります。まずは選択科目です。理学部の2回の入試では、すべての科目で2回とも受験できますが、文系の学部では日程ごとに選択科目が指定されています。例えば、数字経済と地理は1回しか受験チャンスがありません。次は、併願校との入試の日程のかぶりになります。立教大学よりも志望度が高い大学と入試日程がかぶっていれば、当然その日は立教大学は受けることはできません。特に総計上智や GMAT、理科大、または成城大学、成蹊大学、明治学院大学との日程の組み合わせが悩ましいところですね。そのあたりを一覧にしてみました。まずは文系のすべての学部になります。左から2月の入試日程、受験できる選択科目、入試日程がかぶっている上位大学の一覧になります。右端は11日に実施される文学部の独自日程と試験科目、上位大学の入試のかぶりなどの情報を記載しています。ちなみにこの11日の選択科目は日本史か世界史のどちらかになります。まずは日本史選択者が受験できる最大の日程を見てみましょう。まず日本史で受験できるのは2回目から5回目の合計4回に加えて、11日の文学部も受験できます。最大5回受験可能です。そして入試日程がかぶっている立教大学よりも優先して受験したい自分の大学を見てください。それを除いた日程が最大で受験できる日程となります。世界史の選択者も同様で、入試可能日程は9日の3回目を除くすべてと11日の文学部を合わせて合計5回となります。他の志望校と被らない日程が受験できる最大日程となります。文系数学選択者は1回目の日程と3回目の日程の合計2回のチャンス、数字経済選択者は4回目の日程で1回のみのチャンス、地理選択者は2回目の日程で1回のみのチャンスとなります。地理と数字経済選択者は同じ日程に他の大学で第一志望が重なってしまうと、実質立教大学は受験できないということになります。少しかわいそうですね。皆さんどうでしたでしょうか。自分が立教大学を受験できる最大の日程を把握できましたでしょうか。次に理学部を見てみましょう。理学部は1回目の日程と3回目の日程の2回のチャンスになります。理科の選択科目は2回とも同じになります。理工系で
入試日程が被っているのは、上位大学は、東京理科大学の理工学部と工学部のみになります。参考にしてみてください。今日は以上になります。字が小さめになりましたが、ごめんなさい。ありがとうございました。